はいどうもこんにちは、翔平です。今回はやったらやばい髪が痛む習慣5選解説していきたいと思います。拍手ではないですね。はい、これから乾燥する季節になってきたと思うんですけども、皆さんヘアケアね、あの髪を痛ませないように普段からねケアをしている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、実は知らず知らずいつもの習慣で髪を痛ませてしまっているやってはいけない習慣を今回は皆さんに解説していきたいと思います。今回の動画ではよくある市販のシャンプーを使わないだったり、髪を乾かさないで寝るだったり、そういった当たり前のことは除いた、気をつけてても意外とやってしまっている髪が傷んでしまうダメな習慣、こちらを理由もわかりやすく解説していきたいと思います。はい、ということでまず一つ目のやってはいけない習慣が毎日シャンプーをすることでございます。これね結構意外な方多いんじゃないかと思います。シャンプーって市販のシャンプーからサロン専売品まで幅広くあると思うんですけども、そもそもシャンプーをすること自体髪が傷んでしまうんです。なぜかというと、シャンプーっていうのは髪についた汚れを落とすものが一番メインの使用目的だと思うんですけども、その中に界面活性剤といって髪の汚れを落とすものが必ず含まれているので、その成分がいくらいいシャンプーを使ったとしても髪に負担がかかってしまいますの で毎日シャンプーすると傷んじゃうというわけでございます。これもね動画で何度も言ってるんですけども、昔のねシャンプーの広告、もう昭和の初期からね今の時代までこう見比べてみると、最初はねもう1週間に1回はシャンプーしましょうとかからどん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 頻度が多くなってて、3日に1回、2日に1回、毎日と。この中にはメーカーさんがシャンプーを消費者にたくさん使ってもらうことで購入頻度を上げてもらって売り上げを上げるっていう、そういったからくりもあったりするんですけども、実際ですね僕も昔はずっと毎日シャンプーしてまして、でこの広告を見て、確かに本当にシャンプー毎日する必要があるのかなと思いまして、カラーした時とかパーマした時に、3日間シャンプーしなかったりとか、この前6月にパーマかけた時は1週間シャンプーしなかったんですけども、特に汗ばむ季節であったんですけど、あまりこう頭皮トラブルとか問題とかは起きなかったですね。ちょっと人の脂、人間臭さはちょっと出るぐらいで、実際に友達とかにも3日4日シャンプーしてない時に今頭の匂いどう、臭いとか聞いてみたんですけど、全然臭くないよってこうお世辞抜きにね言ってくれてね、そういったこうチェックもしたんですけど、だからね今はこうやってね日本は毎日シャンプーする文化がありますけど、外国とかだとね毎日シャンプーするなんてもう髪傷んじゃうからありえないっていう、そういった国もありますし、結構ねこう幅広く見てみると意外とねシャンプー前にする必要ないんじゃないかなって僕も最近ね思うようになりました。これはねもちろん人それぞれよるので、合う合わないはもちろんあるんですけども、やっぱり毎日シャンプーするとその分髪に負担がかかっちゃうので、僕が一番いいのはやっぱりスタイリングとかしなかった時とかなんかは2日に1回とか3日に1回ぐらいだったら別にそんなに問題ないかなとは思います。ただね毎日シャンプーしてる人がいきなり急にシャンプーやらなくなるとね、もう気持ち悪い、不快感とかちょっと汗が気になるとかね感じる方多いと思うんですけども、そういった方はまずその市販シャンプー使ってる人とかはサロン専売品とか洗浄成分がマイルドなものを使うようにして、そこから2日に1回3日に1回とかにすると頭皮の過剰な皮脂の分泌も抑えられた状態で始めた方がシャンプー頻度を抑える習慣にはすごくいいかなと思います。僕は今3日に1回とかにしてるんですけども、もうすんごい強いパーマかけてもかなりねダメージ抑えられてるので、やっぱり僕の中ではシャンプーが一番パーマやカラー落ちたり髪のダメージしたりっていう原因の一つになってるかなと思いました。ということで一つ目が毎日シャンプーすることでございました。はい、ということで二つ目のやってはいけない習慣が毎日トリートメントをするでございます。これはすごくね意外な方多いんじゃないかなって思います。このトリートメントだけするっていうのもシャンプーをしないでトリートメントだけするという意味合いでございます。髪を洗う時にシャンプーしたくないからって言っても何日も何日もずっとトリートメントだけ毎日やってしまうと、どういうことが起きるかっていうと、髪の表面にどん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 トリートメントの膜が重ね重ね被膜してって、この被膜してしまう現象をビルドアップと言います。このビルドアップってどういうものかというと、その名の通り髪にどん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 トリートメントの膜、こういう層がどん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 重なってって髪の毛がこう膜で閉じ込められてしまう状態ですね。そうすることによって逆に髪が傷んでしまうので、なのでトリートメントだけするっていうのも、2日間だけとか3日間だけ、最低でもこれぐらいに抑えてあげた方がいいかなと思います。
っぱりトリートメントするのであればしっかりシャンプーで汚れと一緒に落として新たにトリートメントする。そっちの方が髪には負担がかからないので、トリートメントだけ毎日やるというのはやめておきましょう。まあもしやるのであれば、まあああいったこうトリートメントのようなシリコンとかが入ってないものだったりとか、あとは僕も過去に動画で紹介したゴールデンホホバール、これはしっかり髪の中に吸収していくものなので、まあもちろん被膜のレベルで言ったら、まあオイルなので多少はこう髪に膜がかかるかもしれないんですけど、普通のトリートメントよりかはマシだと思うので、まあやるのであればこういったすごく純度の高いものだったり、オーガニック的なものの方が僕はいいかなとは思います。ということで2つ目がトリートメントだけをすることでございました。そして3つ目のやっていけない習慣がアイロンの温度を150度以上で使用することでございます。昔のメンズの、まあ、10年前ぐらいのヘアセットとかだと、もう160度、180度でやるみたいなのがね、当たり前だったと思うんですけど、やっぱり150度以上でやってしまうと、どうしても髪ってのは傷んでしまいます。やっぱり高温でやらないとまっすぐになった気しないとか、しっかりこうアイロンで動きをつけられないっていう方がすごく気持ちわかるんですけども、やっぱりこれはね傷んでしまうんですね。まあ、なんでかっていうと、まあ、150度以上とかだと、まあ、例えば食品でいう揚げ物、もう食べ物がこう上がっちゃう温度ってなると、やっぱりその髪のタンパク質っていうのをこう壊してしまうので、そんな温度でやったらやっぱ髪傷んじゃうよねっていう、まあ単純な話でございます。アイロン150度以上を使ってる人とかは、まあ、せめて130度、まあ、ギリ140度とか、まあ、130度ぐらいで収めてあげた方が、まあ、毎日アイロンする上ではダメージを抑えられるかと思いますので、ぜひアイロンの温度気をつけてあげてください。ということで、3つ目がアイロンの温度150度以上で使ってしまうでございました。そして4つ目のやっていけない習慣が髪を3ヶ月以上切らないでございます。はい、ということで、まあね、これ3ヶ月以上メンズだとねあまりないと思うんですけど、まあ女性とかだったらね3ヶ月から半年に1回切るっていう方がね、いらっしゃると思うんですけども、やっぱりいくら気をつけててもこの髪の毛ってのは日常生活でどうしてもダメージしてしまいます。一番ダメージが蓄積する部分って毛先に当たるので、やっぱり3ヶ月以上切らないってなると、毛先にどん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 日頃のダメージっていうのが蓄積されてって、ちょっとねパサついたりとか、中間根元と比べるとなんか潤いがないなみたいな感じる方もいらっしゃるかと思います。やっぱり定期的に髪を切ることによって、この毛先に蓄積したダメージをなくすことができるので、まあ一番のヘアケアといったらもうカットすることなんですね。まあ大前提として、トリートメントでは髪そのものは回復はしないので、もうトリートメントとかってあくまでももうその場しのぎというか、手触り良くしたりとかツヤを出したりとか、まあそういったこう、まあ、修復に当たるものなので、やっぱりどうしてもね、もう枕の摩擦とかドライヤーとか、まあそういったのでね、もうどうしても傷んでしまうので、やっぱり定期的に切るっていうのが非常に大事になってきます。髪を伸ばしてるんだよっていう方はね仕方ないかもしれないんですけども、まあ3ヶ月に1回ぐらいね、定期メンテナンスみたいな感じで1センチだけでもね、毛先切るだけでも結構手触りだったりとか変わってきますので、ぜひね3ヶ月から半年に1回は切るようにしてあげた方がいいかなと思います。ということで、4つ目のやっていけない習慣が、髪を3ヶ月以上切らないでございました。そして最後5つ目がドライヤーの前に洗い流さないトリートメントを使わないでございます。この項目はもう黒髪バージン毛の方であれば、まあそこまで気にする必要はないです。シャンプーとトリートメントのお風呂でのケアだけでも十分ドライヤーからの熱ダメージ保護できるんですけども、まあやっぱりカラーしてたりとかパーマしたりとか、まああとは毎日結構アイロン使いますっていう人とかなんかは結構毛先が傷みがち、パサつきがちだと思うので、やっぱりドライヤーするとこの水分、髪についてる水分が蒸発するのとともに髪の中の水分も少しばかり持ってかれてしまうので、それをこう防ぐっていうためにも、まあミルクタイプもしくはオイルタイプの洗い流さないトリートメントを使うのが大事でございます。オイルタイプとミルクタイプどっちがどう違うの、何を使えばいいのって思った方はぜひ僕の過去の動画チェックしてみてください。詳しく簡潔に解説しております。まあそうすることで髪の潤いだったりとかパサつきだったりとか手触りだったり、
お風呂上がった後のドライヤーの仕上がりが結構変わってきますので、ぜひまだお風呂上がり使ったことない方やってみてはいかがでしょうか。もう何使えばいいかわからない、とりあえずそういうアウトバス系のヘアケア始めたいっていう方は、前ちょっと動画でも解説したんですけども、ギャッツビーのアクアティックモイストっていうやつ、なんかオールインワン的なオイルなので、これ非常にね、いろんな髪質に対応してるのでおすすめの商品でございます。ということで5つ目がドライヤーは前に洗い流さないトリートメントを使わないことでございました。はい、ということで今回は髪が傷む習慣5選解説してみましたが、いかがだったでしょうか。意外とね、知らない習慣だったりやっちゃってること多かったんじゃないでしょうかね。はい、まあね、これをね、全て完全に完璧にやれとは言わないので、まあ一個一個ね、自分のできるところからやってあげればいいかなと思います。実際ね、僕もこんな完璧にできるわけじゃありません。もうね、結局めんどくさくてね、毎日トリートメントしちゃったりとかもありますしね、洗い流さないトリートメントつけるの忘れちゃったりとかも全然ありますので、まあ自分のね、ストレス感じない程度でできる範囲でね、取り組んでいただければと思いますので、ぜひ髪のダメージ気になっている方は参考にしてみてください。はい、ということでこの動画参考になったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。